日本東京都北区昭和町昭和町は東京都北区の町名。現行行政地名は昭和町1丁目から昭和町3丁目。全域が住居表示実施済み。郵便番号は114-0011 11。東京都北区の南部と端部に位置し、滝野川地域内にあたる。南北に細長い町域をしており、南部が昭和町1丁目、中部が道二丁目。 北部が同三丁目として区画される。町域中央を南北に明治通りが縦走し、政変を JR の線路と駅が所在する。滝野川警察署、滝野川消防署が当地の管轄にあたる。1889年の町村制施行時点における北豊島郡滝野川村大和、中里、上中里の一部であり、1930年に、 町名変更により、国鉄東北本線伊動が、大和座昭和町一丁目の三丁目として、分離、成立した。滝野川町は1932年に、東京市へ編入され、滝野川区へ移行し、1947年には、滝野川区が、大地と合併し、北区が成立し、北区昭和町となった。百六十六年に、昭和町に住居表示が施行され、 昭和町一丁目、二丁目、三丁目をそのまま継承し、改めて昭和町一丁目、二丁目、三丁目が成立し、現在に至っている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。小久駅前交差点明治通り上に昭和町三丁目、小久駅前の 各バス停が設置されており、下記の系統が通過する。ありがとうございます。